パラムシル島は、千島列島の北東部にある島。原茂げる島と表記されることもある。ロシア名は、パラムシル島。英語表記はパラムシル。昭和29年のロッパート神崎、締め森海峡、占い、森島、バラムシル島、荒井卓島、志、林田田橋島、千島列島と北方四島を合わせると、エトロフ島に次いで、第2位の面積を持つ島である。 北東の占い森島とは、バラムシル海峡で、南西の志、林正島とは志、林正海峡で、南のオンネジメコタン島とは、オンネジメコタン海峡によって隔てられている。また、太平洋側の東には、鳥島列岩がある。海岸のわずかな平地を除けば高さ1000メートルを超える、急峻な山岳がそびえており、またその多くは、火山で、一部は、 現在も非常に活発な活動が見られる。主な山は次の通り。あと、矢尻竹河川の主なるものでは、トドロキ川、熊川、マス川、側ウ川が太平洋側に注ぎ、オホーツク海側には、最寄り川、西川、カグマ熊ツ川などが注いでいる。中心地はセベロクリリスクで人口約5000人。ロシア連邦サハリン州の北クリル管区の中心地であり、 日立島で唯一民間人が定住している島である。また、セベロクリリスクは NHK ラジオ第2放送の気象通報では、おなじみの地名でもある。島の名前の由来は、アイヌ語のパラモシル、ポロ、モシルから、千島アイヌは、ウレシパモシリとも呼んでいた。漢字表記で、ホロパラや、むしろを、むしると読ませるのは、無理やりではあるが、 いわゆる北方領土や北海道本島においても、アイヌ語由来地名の漢字表記に、そのような例は数多くあり、ホロムシロと読む例もあるが、一般的には、パラムシルと読むことが普通である。戦士時代から、シ島アイヌが占領していた。千島洋産の加工現在、セベロクリリスクに渡るには、カムチャツカ半島のペトロパブロフスクカムチャツキーから、ギパニスという船でアクセスできる。 また、ヘリコプター便もある。ただし、不定期で当てにならない場合があり、霧で運休になることが当たり前なので注意が必要。また、旧日本軍の飛行場跡を利用した飛行場が建設中であり、ユジノサハリンスク空港から DHC-6 等の機材を用いた直行便の計画もある。北海道新聞社編、千島十段、1994年119。 ページでは2038平方キロメートル。ありがとうございます。